元阪神檜山さんとんでもないところに出演してしまう。エンジニア、ハッピー、ゴー、エリューシップ AI、ナットインソフトが開発した恋愛アドベンチャーゲームです。このゲームでは、不運体質を持つ主人公が、突如として届けられる謎の荷物をきっかけに巻き起こる様々な出来事に巻き込まれていくストーリーが展開されます。もともと PC 用に発売された後、プレイステーション、ポータブルに移植され、その後 UI を更新してフル HD 化された PC 版が再リリースされています。檜山進次郎選手は阪神タイガース一筋で活躍したプロ野球選手で、1992年から2013年までの長いキャリアを持ちます。彼は通算で1959試合に出場し、1263安打、159本塁打、707打点、打率260という記録を残しています。特に代打の神様として知られ、その分野での代打起用回数や安打数で歴代2位の成績を持っています。日本シリーズがノームで中止になった印象的な年やから、選べないでも話題になってるんやな。檜山進次郎が一番笑ったけど、スペンサーってほとんど知らなさそうな外国人チョイスするのも笑った。何がどうなったらスペンサーの話になるんや。くさ、キンケイドの方がまだ有名よな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。